皆様、本日はまあもう毎年恒例と言っても過言ではない最後の年末にこちらのもも肉を使って唐揚げ作っていきたいと思います。まあもうちょっと代名詞と言っても過言ではない我々といえば唐揚げみたいなところあると思うんですけども、やっぱりね年末にはね唐揚げをね作りたいと思います。でまあちょっとじゃあカットする前にも今回初めからまずちょっと調味液から作っておこうかな。まあ作り方はね鶏肉にも直接あえてもいいし、初めからタレ漬け込んでもいいしなんで、そこら辺皆さんお任せなんですけれども、はい、ではやっていきまーす。まずはお醤油を、正直ねなんか作り慣れちゃってるから結構適当でいいんだけど、まあ大さじ4杯とか、あと鶏もも肉は3枚分用意してます。お酒、去年多分大吟醸使ったんじゃないかな。今年はもうちょっとそれないんで、絞りたて。こちらも醤油と同量。今回だと大さじ4。みりん。みりんはそれの半量、大さじ2。で、ニンニクと生姜。ニンニクはたっぷり。まあ本当はね、すりおろした方がより風味は強いんだけど、いつも僕たちもチューブでやっちゃうんで、ニンニクをニュッとたっぷり。大さじ1杯に生姜はそれの半量ほど。はい、生姜。で、ここにウェイパーとか、今回はソーミシャンタンにしようと思ってるんですけれども、ちょっとウェイパーがもうなくなったんで、ソーミシャンタンでいきます。ちなみになんですけど、うん、再生数400万再生超えてます。ありがとうございます。約大さじ1杯ほど。ありがとうだね。本当に。ありがとうだね。ただ、定期的に本当にいろんな方から、作ったよっていう写真も送っていただけるぐらいありがたいね。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当に美味しいから。マジで。もう何が美味しいってさ、作りたて美味しい唐揚げはもちろんなんだけど、こうちゃんの唐揚げはね、冷めても美味しいから、時間が経っても美味しく食べられるんでね、ぜひぜひ。じゃあとりあえずね、ひとまずこれだけ全部入れ、ちょっと塩コショウとかは僕ちょっと鶏肉入れてからじゃないとなんかね感覚がつかめないんで、つけだれね、基本的な若鶏のもも肉ですね。だから本当みんな唐揚げマジでね、自分で作ったらやっぱ全然違うよ。まあもちろんね、最近さ、テイクアウトやっぱ多いじゃん、デリバリーとかも。で、美味しい唐揚げ屋さんに出会ったら本当に美味しいんだけど、やっぱりね、自分で作りたてっていうのが一番美味しいと思うんで、ぜひ作って。で、僕はめちゃくちゃ大ぶりなんで、唐揚げは。これだったら、もうここ半分でしょ？で、これだ、こっと、うん。5枚分。1枚を5個ぐらいに分けて十分かな。結構もうゴリッゴリに大きいサイズでいきます。大概さ、こうやって開くとさ、まずあ、ここで切ろってところあるじゃん、この段差の部分ね。で、そしたらこのちっちゃい側はもう2等分で、ちょっと大きくなった方を3つに分けると。はい、こんな感じで。僕は基本的に前日にもうこれ用意してるんで、明日はこれあげるんだけど、もう楽しみだね、明日が。美味しいの分かってるもん。大ぶりなのがジューシーでうまいんですよ。そう。はい。じゃあ、鶏肉カットが済んだら、ちょっと一回ここ。せっかくね、最初にやったんで、もうちょっと溶かしときます。まあ、最初にね、こういう風に汁物系を全部用意しとくと、混ぜるのが楽にはなりますね。程よくもうなんかほどけたら溶けたら、ここに鶏肉をバンバン入れていきます。鶏肉全部入れて、ではここに、あ、まあちょっと塩コショウしとこうかな。で、塩コショウはするんだけど、僕ね醤油は結構入ってるから、お塩はほんの少量でよし、マジで。で、コショウはちょっとねしっかりめに効かせてあげて。で、ここに、味の素を、1、2、3振りぐらいでいいかな。はい、じゃあ、塩コショウ系も全部やって、混ぜ合わせたら、はい、じゃあ、卵3つ、まあ、鶏肉1枚に対して1個ぐらいの感覚ですね。と、もう僕が作ってるこの唐揚げは、美味しく、もちろん美味しくあるんだけど、手軽にってことがあるんで、このタレだけつけて後から衣つけるっていうね、二度手間とかはないので、もう初めから全部混ぜ合わせて。ただまあ、半日ぐらいはね、寝かしてあげた方が味は絶対染みて美味しくなるので、そこだけは、ちょっと早めに作ってあげてください。卵。
絡めていって、で、この状態だとね、ちょっと汁気多いかなと思うと思うんですけれども、衣もね、この子に全部混ぜ合わせるんで、それがいい感じに、とろっとなって、衣がしっかりついて美味しく仕上がります。あとは小麦粉と片栗粉用意してください。粉類入れていきます。じゃあまず小麦粉。で、僕はいつも1対1で入れるんだけど、まあ、小麦粉を大さじ5、1、2、3、4、5、今回とりあえず6杯で様子見ようかな。6と。片栗粉も同量の大さじ6杯入れます。では、粉類全部入れたら、あとはもうこちらを。なじませます。ボフってなるからね、最初ちょっと優しくしてあげて。では、このね、粉類がちょっと馴染んできたら、あとはもう、ワイルドに。しっかりとね、これも衣の液体を皮の下まで全部入っちゃうくらい、しっかり混ぜて、ダマがなくなるまでね、しっかり混ぜてね。じゃあ、こんな感じで、お肉と、衣がしっかり混ざったら、はい、この状態でラップとかしてあげて冷蔵庫で最低でも半日ぐらいは寝かしてあげてください。下処理は終了。ではこちら一晩漬け置いたやつを一回また混ぜました。ちょっとね、最初多分水分が浮いてると思うんですけれども、ちゃんと混ぜたらこんな感じにとろみがついた衣になるので、そしたら油180度まで混ぜ上げてください。で、唐揚げ入れたら温度が一気に下がるんで、そしたら大体まあ160から70の間をキープして、まあ3分ほど、まず最初の1度目の揚げをやっていきます。はい、じゃあやっていきます。手はしっかりよく洗って、ではいきます。ちなみに唐揚げは常温に戻しておいてね、揚げる前に。いきますせい。はい、で、最初入れた後はしばらく触らないで、衣がちょっと落ち着くまでね。まあ結構一つ一つが大きいから、まあ6個ぐらいかな。はい、はい、じゃあ3分ほど今から測るんだけど、油の温度見てね、ちょっと最初いきなり、あんまりまだ下がってないな、温度が。ちょっと火弱めます。最初からね、180度がっつりやっちゃうと色がつきすぎちゃうんで、ちょっとね、くっついてるやつだけ剥がしてあげれば。正直最初15秒から20秒ぐらいあれば表面はしっかり固まるんで、で、後付けの衣みたいに剥がれやすい衣じゃないから、しっかりちゃんと軽く形が作られれば、あとは適当にいじってあげて、くっついてるの離してあげてね。めっちゃいい香りする。絶対うまい。これこれ、この香りなんだよな。まずはやっぱ鼻から食べないと。ゾウから。ゾウも鼻から食べないでしょ。で、一応ね、表面と裏面じゃないですけど、軽くね、たまにひっくり返してあげといて、やっぱ下の方がね、火は強いんで、そっちの方が色はつきやすくなるんでね。で、まあほんとね、今だいたい170切ったぐらいなんだけど、最初はそんな高温じゃなくていいので、じっくりと火を通して、プラスこれ取り出した後余熱で4分ほど放置してほしいんですけれども、そしたら中までね、しっかり火は入るので、で、まあ4分って言ってるけど、1段階目のやつ揚げてて残りのやつ揚げてる間にそれくらいは経つので、で、ね、余熱で火が入る、プラスちょっと余計な水分が表面に浮いてくるので、それを最後の2度揚げで飛ばすって感じですね。はい、じゃあ3分経ったので、まず一旦取り出します。でね、こういう衣のやつだと ほぼほぼ油も汚れないんで、おすすめです。はい、じゃあまず1段階目取り出したら、ちょっと軽く浮いてる衣だけ取って、また火ちょっと今ね、160ぐらいまで下がっちゃったから、また180度ぐらいまで上げて、残りもどんどん上げていきます。で、いつもね、やっぱ僕はその3分上げて4分余熱でっていう風に言ってると思うんですけれども、やっぱりさっき言ったみたいに常温にね、戻しとかないと、やっぱ中がしっかりね、冷えちゃったままで上げちゃうと、ちょっと余熱で中まで火が入るのが不安になると思うので、きちんとね、常温まで戻してから上げてくださいね。めちゃくちゃいい香りするんだけど。
完璧。見て、最後散ったさ、衣がハートになったキャワ。みんな見て、ほら、ハートだよ。キュンです。アンパンみたいだな。キャワー。では、温度が上がったら、1個目のやつ。二度揚げしていきます。で、結構ね、触った感じだとちょっと柔らかくなって水分が浮いてきてるんで、結構跳ねるんでね、ここの時注意してください。では、行きます。で、二度揚げはもうさっと、表面がカリカリになって、水分が飛べば大丈夫なんで、このね、泡がなくなってくるぐらいが目安ですね。結構今、ブツブツの大きい泡が出ると思うんだから、これがもうだいぶ細かくなってきたら、で、この時にね、高温で一気に色はつくので、最初の1段階目のはそこまでね、黄金色になってなくても大丈夫。マジでこの二度揚げが超大事だから。もう今触った感じね、硬くなりましたね、だいぶ。まあ、30秒から1分の間で多分取り出せるようになると思います。基本的に時間というよりもこの泡の大きさを見て判断してます。OK かなぁ。大きい。はーい、OK。じゃあこれくらい。しっかりと色がついて上がったら完成なので、残りも揚げていって実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。じゃあ同時にいっちゃうか。これは OK。 いただきます。うまっ、うん、うますぎる。本当にうまい。完璧だ。もうやっぱり世界一だわ。本当にうまい。もうね、もう衣がね、サクッとしてね、もうね、味がちゃんと染み込んでて美味しいのもあるんだけど、もう中のジューシーさと、もう染み込み具合がもう本当に肉汁が溢れる感じの唐揚げ。ね、うまっ。こんなにうまい。マジで何回作っても美味しい。何回食べてもうまい。ね、うん、まっ。マジでジューシー。あと柔らけー。本当に柔らかい。マジで作ってほしい。僕たちのチャンネル知ってる方はもう大抵の方が作ってくださってるけど、初めて見てくださった方にはもう絶対作ってもらいたい。本当にうまい。うん、鳥肌。レモン、レモン最強。レモンをかけさせていただこう。やっぱもう 100% ご飯必要。マジで黙っちゃうんだけど。
で、こんだけ大きくても、うん、今回のね、揚げ時間で完全に火は入ってるんで、うん、マジでこの時間を守ってくさえくれればさ、火は完全に入るけど、ジューシーさ、うん、火も通り過ぎない感じになるから、マジでこれやってマジ超美味しいから。なんかもうね、うん、年末のね、大切な行事になってる俺の中で、年末が、ね、去年があったから今年も年末はこれが来るんだろうなって、もうずっと楽しみにした。だいたい2ヶ月前ぐらいから。うまっ。ではもう最後ということで、うん、うーん、ずっと美味しい。ということで、本日はですね、年末恒例の唐揚げをね、こうちゃんに作っていただいたんですけども、まあ本当にね、今年もね、一番たくさんの方にね、愛されて作っていただいたね、レシピなんで、初めて見た方がね、ぜひ作っていただきたいっていうのと、いつも作ってくださってる皆さんもね、またぜひね、年末に作っていただきたいなと。もうね、本当にね、飽きないんだよね、まず。何回食べても飽きないこのね、唐揚げの味と、あと外のね、何カリカリ感はあるんだけども、ジューシーさも残ってて、時間が経った後でも、やっぱね、このね、衣にちゃんとしっかり味がついてるから、ずっとうまいんですよ。ぜひ皆さん作ってみてください。海外の方にもね、たくさん作っていただいてるみたいなんで、ありがとうございます。ぜひね、海外の方もまた作っていただきたいなと思います。はい。本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。